ロックバンド、キングヌーの井口治、29、が、自身の著書がのぎ、坂46の本を抑えて1位になったことに、ツイッターで驚きの声を上げた。井口の対談集、何でもそうだわりが3月1、0日に発売されたが、この売れ行きが好調だ。三省堂書店札幌店の芸術芸能ランキング、3月20日から26日、では、乃木坂46関、連の書籍が2から4位を占める中、何でもそうだわりが1位となっている。井口は、同書店の画像付きのランキングをリツイートした上で、乃木坂ファンの皆さん、俺の本を間違えて買ってないか、と、人気アイドルを抑えての1位に、半信半疑といった様子だ。同書は、週刊誌、アエラの連載を書籍化したもの。俳優の菅田将暉、お笑い芸人の岡村隆史、スタジオジブリのプロデューサー、鈴木敏夫らバラエティに富んだゲストとの対談が話題となっている。